2020年10月、日本は2050年カーボンニュートラルを目指すことを宣言。これは官民のミッションであり、先進的なグローバル企業ではすでにサプライチェーン全体の脱炭素化に向け、さまざまな取り組みが講じられています。温暖化対策は産業構造や社会経済を変革し、次なる大きな成長につながっていくものと期待されています。水素は電力分野だけでなく、運輸部門や電化が困難な産業部門の脱炭素化も可能とするなど、カーボンニュートラルに必要なエネルギーとして注目されています。山梨県は早くから水素の利点に着目し、拠点集積や産業化を推進してきました。山梨には世界最高レベルの水素燃料電池研究機関である山梨大学水素燃料電池ナノ材料研究センターや、燃料電池の性能評価を行う山梨県産業技術センター、 P2G システムの実証研究を行う米倉山電力貯蔵技術研究サイト、水素ステーションの技術開発を行うハイサット水素技術センターなど、水素燃料電池に関する多様な研究開発拠点が集積しています。メリットはやっぱり相乗効果だと思いますね。いろんな方がですね、もう協力して集まると、網羅的な支援がですねできると。でそこにこの企業局がグリーンなエネルギーを提供しますよと言うと、研究開発からグリーンな研究開発ができるじゃないですかと、そこも大きいのかなっていう気もします。令和5年には米倉山次世代エネルギーシステム研究開発ビレッジに燃料電池の研究評価機関 FC キュービックの本拠地が移転。燃料電池開発において山梨県は名実ともに国内最大の研究開発拠点になっています。山梨県では集積した機関の技術シーズを活用し、国内外の最新情報を共有するセミナー、社会人技術者等を対象に無料で受けられる年間120時間に及ぶ充実した人材養成講座や、試験研究機関による技術相談など各種技術支援、山梨大学や大手企業 OB などの専門家派遣など、県内企業の活躍を下支えしています。このように山梨県には水素燃料電池関連産業へ進出する環境が整っており、新たな技術を持つ企業が育っています。我々山梨県はグリーン水素を製造する新しいシステムを民間企業と一緒に開発をして、今その導入拡大に向けて取り組みを進めています。山梨県企業局が民間企業と共同で開発している山梨モデル P2G システムは、再生可能エネルギーの余剰電力で水素を製造することから、製造過程で CO2 を一切排出しません。小型かつシステム構成がシンプルであり、モジュールの連結による装置の大型化やコンテナサイズの小規模パッケージ化が可能。多様なニーズに応じたシステム導入が可能となり、産業分野におけるカーボンニュートラルに大きな効果が期待できます。我々のキャッチフレーズとしては、山梨から世界へ、世界から山梨へということで、このシステムをこの山梨だけで終わらせないで、日本の国内、世界中へ広げていきたいと。エネルギーの転換期にイノベーションを追い求め、日本や世界の脱炭素社会の実現に貢献していく、それが山梨県の描く未来です。山梨から未来の宝を作り出す。カーボンニュートラル推進のトップランナーとなり、国内外をリードしていけるよう、山梨県は挑戦を続けていきます。